本多忠勝の強さは異常。生涯に一つの傷も負わなかった豪傑の生涯。本多忠勝は徳川四天王の一人で、徳川十六神将、徳川三傑に数えられる徳川を代表する猛将です。そんな忠勝の凄さは、生涯に大小57回に及ぶ合戦に参加しながら、いずれの戦いにおいても傷を受けたことがないという点でしょう。戦国の猛将といえど、何十年も戦えば体は傷だらけ、指の2、3本は欠損しているのも当たり前な中、死ぬまで無傷とはどこまで強いのか。今回は本多忠勝の強さについて解説します。天文17年、本多忠勝の長男として誕生。本多忠勝は通称を平八郎といい、天文17年、安城松平家の最古参の安城譜代本多氏の本多忠勝の長男として三河の国、ぬかた郡蔵前に誕生します。父の本多忠勝も安月坂の戦いで織田信秀を破った豪の者でしたが、天文18年の第3次安城合戦で織田信広が守る安城城を夜襲し戦果を上げたものの、翌日の戦いで流れ屋にあたり戦死します。23歳でした。父を亡くしたまだ2歳の忠勝は、叔父の本多忠真の下で養育されることになります。幼くして徳川家康に仕えた本多忠勝は、永禄3年1560年に12歳で桶狭間の戦いの前哨戦である大高城兵糧入れで初陣を飾りました。その後、徳川家康の最大のピンチともいわれる永禄6年1563年三河一向一揆では、多くの本多一族が家康の敵になる中で、忠勝は一向宗浄土真宗から浄土宗に改宗して家康側に残り、武功を挙げ、永禄9年1566年には19歳で旗本先手役に抜擢され、与力54期を付属されました。以後の忠勝は家康の居城の城下に住み、旗本部隊の将として活躍します。徳川四天王としての活躍。本多忠勝は元亀元年1570年の姉川の戦いに参加し、家康本陣に迫る朝倉軍1万人に対して無謀とも思える短期崖を敢行。ここで忠勝を殺してはならぬと家康も本隊を率いて朝倉軍に突撃。同僚の榊原康政が朝倉軍の側面を突き、朝倉軍を打ち崩しています。姉川の戦いで忠勝は朝倉軍の豪傑真柄十郎左衛門と一騎打ちし、有名を馳せました。元亀3年1572年の二俣城の戦いの前哨戦である一言坂の戦いでは、偵察隊として先行していましたが、そこで武田本軍と遭遇します。本多忠勝は報告のために撤退を開始しますが、武田軍に追撃され、大久保忠相と共にしんがりを務め、坂下という不利な地形に陣取りつつ、武田の猛将馬場信春の部隊を相手に奮戦して、家康率いる本隊を逃がすのに成功しました。さらに同年12月の三方ヶ原の戦いでは左翼を担当し、山形正影隊と戦い撃退。また雑賀崖に陣取った武田軍に夜襲をかけ、武田軍を大混乱に陥らせて多数の死者を出させる武功を挙げました。徳川を格下として見ていた武田家は、本多忠勝の奮戦を称賛し、武田軍の小杉左近は、家康に過ぎたるものが二つあり、空の頭と本多平八と落首で褒めたそうです。武田キラーの意外な本音。天正元年1573年の長篠城攻めでは、9月に堀越で榊原康政らと共に武田軍を破って長篠城に入城して城を守り、天正3年の長篠の戦い、天正8年の高天神城の奪還戦にも参加しました。これらの合戦における忠勝の活躍は敵味方を問わずに称賛され、家康も誠に我が家の領将なりと激賞しています。本多忠勝は武田キラーとして縦横無尽な活躍をしましたが、長篠合戦で多くの武田家の優勝が死んだことを知り落ち込み、武田の領将が多く死んでしまい残念だ、もうあのように血湧き肉踊る日々はやってこないだろうとつぶやき、好敵手の死を惜しんだといいます。伊賀越えで家康を守る。天正10年1582年6月2日、本能寺の変勃発。
その頃、運悪く徳川家康は京都に近い堺にいて絶望のあまりに取り乱し、京都に行って信長の後を追おうとします。しかし随行していた本多忠勝が、信長公に殉死して何になりましょう、本当に信長公に報いる気があるなら三河まで帰り軍勢を整えて明智日向を討つべきですと諫言。こうして家康は伊賀越えを決行しましたが、本多忠勝ら徳川四天王は落ち武者狩りの一騎勢の首を200も取りました。この時忠勝は帰路の途中の木曽川を船で渡った時、渡し終わった船の船底を槍の石突きで突き破り、沈没させて追っ手が使用するのを防いだそうです。秀吉も泣いた忠勝の武勇。天正12年1584年4月の小牧長久手の戦いでは、当初忠勝は留守を任されていましたが、豊臣の大軍に自軍が崩れかけているのを聞き、矢も盾もたまらず出撃。わずか500の兵を率いて小牧山に駆けつけ、五丁先で豊臣の大軍の前に立ちふさがり、龍泉寺側に短期で乗り入れると悠々と馬の口を表せたと伝わります。あまりに大胆な忠勝の行動に秀吉は驚き、同時に主君を思って我が身を犠牲にして時間を稼ごうとする忠義に落類し、あの豪傑を殺してはならぬと武将に命じたために大軍は遠回りをすることになり、その間に徳川軍は体勢を立て直すことができました。豊臣秀吉は忠勝の豪胆さを気に入り、山ほどの贈り物をしてスカウトしますが、忠勝は全て丁重に断っています。関ヶ原の功績で桑名藩10万石の藩祖に。小田原攻めの後、徳川家康が関東に異邦になると、上総の国いすみ郡大滝に榊原康政と共に家臣団中2位の10万石を与えられました。2人の領地が江戸から遠いのは周辺の大名に備える理由があり、榊原康政は北の真田氏や上杉氏への備え、忠勝は阿波の国の里見氏への備えです。慶長5年1600年関ヶ原の戦いでは家康本軍に従軍し、豊臣恩子の武将が寝返らないように監視する役割を担いました。本戦でも活躍し、わずかな手勢ながら90人もの首を挙げたと言われています。関ヶ原の功績で慶長6年には伊勢の国桑名10万石を与えられ、異邦すると丘陵大滝は次男の本多忠共に別家5万石で与えられました。本多忠勝は桑名藩の藩政確立に尽力し、城郭を修築して防備を固め、慶長の町割りを断行して東海道宿場の整備をし、桑名藩創設の名君と仰がれます。慶長15年10月18日63歳で死去。関ヶ原の戦いの後、戦乱の収束で徳川幕府には本多正純のような若い文治派が台頭。忠勝自身も慶長9年頃から健康を害し、江戸幕府の中枢からは遠ざかりました。病を得たことで家康に隠居を願い出るものの、家康から遺留された忠勝ですが、慶長12年1607年には眼病を患い、慶長14年には嫡男の本多忠政に家督を譲って隠居します。そして翌年慶長15年10月18日に桑名で死去しました。享年63歳の大往生でした。本多忠勝は臨終に際し、侍とは首を取らずとも手柄がなくても何時に望んで引かず、主君と枕を並べて討ち死にを遂げ、忠節を守る者を言うのだという遺言を残しました。まさにその通り、本多忠勝は終生家康のそばを離れず、家康の苦難を弾き飛ばし続けた守護神のような男でした。本多忠勝年表。天文17年1548年三河の国に本多忠勝の嫡子として生まれる。永禄3年1560年初陣で大高城への兵糧運び入れに従う。永禄6年1563年三河一向一揆で家康側について奮戦。元亀元年1570年姉川の戦いに参戦、朝倉軍崩壊のきっかけを作る。元亀3年1573年人事坂の戦いで徳川軍の新狩りを務めて馬場信房を撃退。天正8年1580年武田家を攻めて高天神城を陥落させる。天正10年
1582年、家康を励まし伊賀越えに随行し家康の窮地を救う。天正12年、1584年、小牧長久手の戦いで秀吉にその豪胆ぶりを称えられる。天正18年、1590年、関東異邦に伴い、上総大滝10万石を与えられる。慶長5年、1600年、関ヶ原の戦いに参加し、首を90取る。桑名藩主に異邦。慶長15年、1610年、63歳で桑名藩で死去。戦国時代ライター、カワウソの独り言。本多忠勝はその武勇で、織田信長にも豊臣秀吉にも欲しいと言わせしめた名将です。ところが当人は破格の待遇をちらつかせられても、少しも揺らぐことなく家康のボディーガードとしての人生を全うしました。もらった石高も10万石と、400万石はあった家康の譜代にしてはあまり多くもないですしね。それでも忠勝には一度主君と決めたからには困難な時に主と枕を並べて死ぬのが武士という忠勝の誇りがあったのでしょうね。